揃っちゃったね。揃っちゃったね。ダメだ、無理だ。まあいいや。ドルトンとキダルとマルコが揃いましたね。オールスター揃いましたね。揃っちゃいましたね。ナオミだけまだバチッとハマってるのないんだよな。そうなんだよね。なんかなんとなくね。はい、始めるか。始めたらもうみんなの顔見なくて済むから。そうなんですか。うん、だからもう一旦止めてくれる。もう OK です。その顔やめてくれる。なんかわかんない顔すんだよね。わかんないような顔してる。わかんない顔やめてくれる。イヤホンしないと何、イヤホンしないと何して言ってるかわかんないんだよね。いや、生だとに何も言ってないから。何俺の話じゃなくて。まだだね、まだ何も話してた。あ、ほんと？ナオミに話してた。そうだね。ちょっとさ、忘れてる部分もあるじゃん、結構前だからさ。だからちょっと動画をさ、まあ軽く見ながらさ、それに対して話していくっていう風にしようかなと思うけど。あー、なるほどっすね。なるほど、監督。いい、監督。そっちの方が分かりやすいでしょ。あ、この時こうだったよねとかさ、あの時どうだったのとかさ、うん、話せるかなっていう。ナイクってどうだよ。いやー、いいな、宇宙。あっか何食ってんのそれ。何してんの。ごまごめん。あ、汚ねえ、マジで汚ねえよ。何やってんの。たこ焼き。それは分かるわ、熱いわ。ごめん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 っていうか、やりますか。すいません。たこ焼きいいから、顔の前にはなくて。たこ焼き顔の前にやなくていいから。俺自分でもさ、こうやって顔見てさ、俺たこ焼きっぽくないと思って、顔が。自分でそう思っちゃった。これが6個、6個並んでたら食べちゃう。え、食べちゃうよ。美味しそう、美味しそう。ちょっとこけてる。あ、ちょっとこけてるね。下の方ちょっとこけちゃってるけど。こけてる、ね、やばくないひげ。うん、油、よくない油使ってるね、それは。完全に、ね、さん完全に。いや、キザル感が増しましたね。マッサでしょ、だいぶ。全然。いや、これだって5日目、6日目ぐらいだね、多分そらないで。すごいね。結構渋いっすね、でも。いや、結構俺はいいなと思うんだよな、それ。いや、結構もう、ここまではいいじゃん。多分これ、あれするとここまで生えてくるから、多分。下まで。いやいやいや。目の下まで生えてくると本物の鼻毛やん、それ。ここから生えてきた。本物、本物。なるほど。首もだってもう、この喉元毛ぐらいまで来てるよ。いや、いいじゃん。もう生やしまくってよ、ずっと長く。まあ、俺の話はいいから。ていうか、もう、すげえ長くなっちゃうんだよね。長くなっちゃうね。お前行くと。ごめんごめん。スタートしよう。では、ご覧ください。いや、まだだから。どう、ケンタ大丈夫？タイトがさ、画面共有をさ、あの、許可してもらわないとできないんですよね。それもっと早く先にしてくれるかな。もうちょっと画面共有許可。そんな共有だ。画面許可して、許可して、どうかして。あの、待って待って待って。あー、え、早く。え、そんなもんないよ。じゃあマスター君、なんかいい音楽かけてください。さっきさ、あの、うん、作ったやつ聞いてる。あ、来た来た来た、できた。聞けず。ずいやー、もう結構前だね。いやー、もう何年前、2、3年ぐらい経つっすね、多分。2年か。なんかさ、あんまりさ、鮮明には覚えてないんだけどさ、俺試合でしたじゃん。うん。でさ、マサトにはさ、急に連絡したんだっけ。俺が、あの、ちょうどアメリカ帰ってきて、で、地方 DJ してる時に連絡来た。波いいよって。うん。それでそのままいきなり来たんだよね。それで悩んでて、あの、
連続だったからどうしようかなと思って体調崩しそうだなと思ってたけど、カイトが超いいって言うから行った。あ、そうだよね。それで、あれだよね。なんだっけ。それで、次の日ぐらい行ったんだっけ。そう、カイトがついて次の日、2日後ぐらいだね。あ、嘘だ。そうだ。いや、マサトにはさ、試合終わって2日後ぐらいだね。そうだ。ナオミにはさ、行くから来なよってはずっと伝えてたんだけどさ、マサトは急に誘ってさ、動画送りまくったら来たんだよね、確か。そう、いや、これはやばいってなって言った。そうだよね。よく来たんだよ、今思えば。いやね、あん時フットワーク鬼軽かったからね。あ、今重いんだ。今ちょっと体のことを気遣ってしまって。ヒダルさんだから超速い、しっかりの速度でしょ。いや、もうあん時はもう関係なかったもん。だって25歳ぐらい、あれ。そうだね、2年前、3年前ぐらいか。どうだった道中。いや、もうやばかったよ。だって2、3回ぐらいトランジットあったよね。2回ぐらいか。2回、3回ぐらい、3回トランジットして、そっからまあ、1時間ぐらいで着くのかなと思ったらさ、まさかのさ、7時間かかったな。びっくりしたよ。車だけでしょ、しかもそれ。しかも車で、しかも普通の車だったらいいよ。うん、普通の車だったら全然いいんだけど、一番やばいのがもうなんか4人乗りのさ車です。それは良くて、うん、全然乗り心地も良くて、だけどもうさ、うん、鬼飛ばすんだ、うん、山道とかでさ、うん、めちゃめちゃ飛ばしてやばかったよね。しかもさ、向かい車あのよ、隣の車線からさ、うん、あの向かいの車来てんのにさ、めちゃめちゃ攻めるんだ、うん、マジでイニシャル D みたいな感じだったよね。だいぶ怖いね、それ。だいぶやばかったよ、マジ。ナオミ大丈夫だった？いや、俺のドライバーもやばかった。やばかったでしょ、みんな。半端じゃなかった。みんな結構 F1 レーサーじゃなかった？ F1 レーサーだった。ね、だいぶね。みんな気持ちいいんだけど、うん、もうあのギアチェンジのスピードとか半端じゃなかった。ガチャ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 みたいな感じで、ね、そんな感じだったよね、結構。だいぶ狭いとこも攻めてたもんね。やばかった。逆にカイトたちの時大丈夫だったの？トレイラーの時は、いや大丈夫じゃないですよ、ね、多分同じ人だと思う、ドライバー。てかさ、あれだよ、2人だったからよかったじゃん、その時。そう、コウタと2人だったから。いや、それとは思うっすね。2人だったからいいけどさ、俺とナオミさ、1人だからさ。1人ずつで、強風だったんですよ、マジで。それが相当最悪だったよね。うん、やばかった。それは辛いね。でもさ、どう？ついてみて、ビーチ見て。この時サーフィンしたじゃん、初、マサト。この時、ついて次の日か。夜中について、ワンセッション目か。そうそうそう。いや、このビーチ最高だよね。やばいよね。波良すぎない？波良すぎた。1日目は全然なんかあんまり分かんなかった。流れ読めなかった、全然。でも結構チューブ抜けてなかった。あれ、2日目だっけ？チューブ抜けた。いや、この日だっけ？2日目だと思う、多分。この日、すげえ良かった、波。確か。そうだ。ちょっとさ、サイズもさ、でかすぎたじゃん、そのマサトが来た次の日は。うん、若干下がって、クリーンだったよね。そう、下がって、そう、頭オーバーぐらい。バリ決めてんじゃん、いい波。確かこの波だって、ナオミやってないもんね、ビーチ。こんなにやってない。ナオミ来て、ナオミ来ていきなりでかい時じゃなかった、だって確か。俺来ていきなりビーフだった。ジミズだったね。ジミズだったよ、ね、この時マジ決めてんじゃん。これさ、今までさ、世に出てなかったのが不思議でしょうがないの。うん、もったいないよ。でもそうやってなんかいろいろできたらいいねみたいに言ってやってたんだけどね。そう、本当ね、そうだね。でもまあ、このタイミングで良かったんじゃない、みんな。改めて、おーおーおー。結構決めてんね。これだって、俺が大好きな波じゃない、この感じ。何でもできない。嫌いな人いないでしょ、これ。嫌いな人いないよね、これ。ね、波良すぎだろ、このビーチ。It helps having you, having me in this land.
後確かこの後確か俺うんこ踏んでなかった牛のうんこ踏んでたかもしんないなんかさマナトって大体うんこ踏んでるイメージあるじゃんどこ行ってだってシメル行ってもやってクルイも踏んであとまたもう一個どっかも進んだよな確か、まあ、もう一個どころじゃないと思うけど、うん、結構踏んでたよねこれで板折れたんだ板折れたんだよこれそうだっけ、うん、最後のエアでうわでもやっぱいいなここ何回見てもいいねここ行きたいね今年行くのいや今年行けるのかな行けないでしょ多分あ今年行けないかさすがに行けるってなったらすぐ行くかな行きたいね行こうよもう一回、うん、めっちゃ行きたいいやちょっと ACF で行きたいねみんなでね行きたいこの次の日が、ね、直美が来るんだっけそう直美はもうさ来る日来ましたじゃんあこれ直美直美だ俺だねこれ俺だねドルトン大橋だねこれはドルトン大橋そう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 直美はもうあれだよね来る日来ましたよね初めからはい直美どっから来た日本からだっけいや違うんですよ俺なんか違うとこ そうだよねバリからだよね確かねそうバリ行っててで試合出てああそうだそうだそのでバリからチケット買いだめっけそうですバリからチケット買って買えていったんですね確かそうだったね確かねそうだバリちょうどかぶってたんでねクルイの試合とバリの試合がそうなんですよちょうどかぶっててでナオミバリいるなら試合終わった後おいでよみたいな感じで帰ってくるの食べてもらってで行くっすみたいな感じで行った気がするで、この日もまだナオミいないんか多分いないと思 う, そうこのいいこの時初めて俺とマサトでハニーズ見たんだよねそうで、クレイグとかさ、チッパーが朝さ、違うとこでやってたからさご飯食べててさ、うん、で、結構波でかかったじゃん、初め見た時でかかった、これバックサイドマジ無理だなと思ったいや、フロントでもだって俺無理だなと思ったけどチッパーとクレイグたちがさ、ディオンとかさ、まあその辺がさ、いてさ、うん、ゴーゴーって感じだったじゃん、うん、で、まあちょっと試し系だったよね、うん、でもカイトス結構決めてたけどねそうほら、これとか結構テイクオフエグかったよこれクレイグだねかっこよむちゃくちゃだね、あんたいやでもこの時はさ、俺はさ、うん、もうさ、クレイグも初めてだったし、うん、チッパーも初めましてだったから確かにもう、カイトゴーって多分言われて、あ、なんかこれ、行かなきゃダメだなって思ったんだよちょっと今のリップ、解説してほしいですねやばかった解説、やばかったよ、全体的にいろいろそれで、俺一番初めに入ってって、波超でかくて超怖かったのマサト絶対来ないなと思ったの、うん、俺、バックサイドだから、うん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 、そしたらパッて後ろ見たらマサト沖に来いしてんの間取りしてで俺ええー、と思っていやこれまずあれもうまずは最初はこれもう やめといた方がいいなと思ってこれさ映像で見るよりもさ、うん、中入ってると雰囲気やばいじゃんやばいやばいでもさクレイグとかもさもうこれもうすごい変な雰囲気だねとか怖いよってクレイグとかも言ってたじゃんいや言ったらジェットスキー なしじゃいけないでしょこれって言ってたもん本気で、うんでもカイトさ、半端ないの言ってたよね2本ぐらい抜けてなかった、やばいの結構、なんか、で、この時は結構ね、うん、もうなかったね、感情が結構もう攻めてたよねなんかクレイグとかみんなあー、やばくない今のやばいみんないたからさ、もうなんか行くしかないっていうモードになっちゃってたもんなってたよね、これどんどんやばかったもんねマサトがちょうど横からさ、顔が全部見えてたんだよな、うん、いや、俺全部カイトの手前にいたから全部テイクオフのところ全部見てたのこうそうだよねそうこれさ映像で見るとマジでさ伝わんないねいやあの時さ人も誰もいなくて怖かったよねいや人も誰もいないしでもうクレイグとかも怖いって言ってるししかもまず海がさもう変な動き方してたじゃんなんかねそう水がもうすごい動き方してたからさ、うんうんうん、超わかる俺も最初見た時そうだったっすね重い水がさ、うん、
動いてて。俺もあと起きるとき、久々に、サイクとかだとさ、人が多くてさ、行っちゃえばさ、ちょうどセット来てもさ、乗れるチャンスって少ないじゃん。うん。そこになんか、かけてないっていうか、ケイト君みたいな感じじゃなくてさ、多分、うんうん、乗れないなみたいな感じになっちゃってるんだけど、うんうんうん、あとさ、人少なくて順番回ってくるからさ、絶対行かなきゃいけない。だから俺手前に行ってさ、書いたセットとか言ってたけど、俺別にセットのでかいのは言ってないけど、うん、手前の結構やばい惚れ方してくるじゃん。していいよね。そうで、みんなさ、手前でさ、外国人含めみんな、なんか地元の人とかも15人以上ビスタじゃん。ビスタのビーチでね。そうだし、もうチューブかもうカーブとかか、もうカット部かみたいな感じじゃん。あそこで行くとこじゃないじゃん、俺。いや、まずね、あそこは、チューブスって俺の頭の中ではまずなくて、ターンは俺の中でもう消してた、無理だな、ターンみたいな。うん。で、上がって映像を見たらさ、またケータ戻せる、マサトのとこに。超フリーホールのとこでさ、ほら、やばかったよ、ね、これ。やばかったね、これ。しかも、これ、こけたら、もう結構や、もう全部見えてんじゃん、下リーフ。うん、浅いね。これもうこけたら終わったと思って、これ相当浅くて、いや相当気合入ってたなって思って相当やばかったね。いやー、それは怖いっすよ、このもう体型が入ってくると思わないなっていうとこから、うん、これだから、このここだよね、もうだってフラットだもんね、フリーボールで使ってるもんね。危ね。いやー、これやばい。そう、相当来てるね。よくやったね。でもいい経験になった。なんかそうだね、あの時の気持ちがあるから、なんか他のとこだとあんまり嫌だもんね、やっぱり。そう、あのドキドキがないっていうか、俺もマジでゲロっていうか、もう心臓出そうだったもん。でも俺このレフトはやばかったけど、俺次のジミーズのが結構やばかったかもしれない。あの時の方がストーリーはあるよね、ちょっとストーリーあるんだよ。でも多分今までの人生、サーフィン人生の中でもすごい記憶に残る、うん、もう人生を変える一本でしょ。いや、俺とさ、隣にいたさ、あの、うん、ボディーボーダーのビッグウェーバーがさ、真っ下で食らうわけじゃん、うん、あれ食らって、引き上げられて、で、船の上で震えちゃったとか言って。いや、恐ろしいし、うん、マサトのその運の良さが恐ろしいね、俺の中で。うん、